アルフレードは、日本の競争馬である。主な価値クは2011年朝批配、フューチュリティステークス。場名の由来は、ジュゼッペ・ヴェルディのオペラ、椿姫の主人公、ビオレッタの恋人である、青年貴族の名で、母なからの連想による。キャロットファームの出資場であり、募集価格は一口6万円で400口の、計2400万円。 朝日ハイ FS 口取り式9月25日の中山の芝1600メートルの新馬戦にデビュー。一番人気に押された。6番手からレースを進め、最後の直線抜け出して、デビュー戦を飾った。二戦目は新潟の金木星特別。ここも一番人気に押され、前走と同じレースをし、人気に応えた。 そして GI のアサヒハイフューチュリティステークスも一番人気に押された。安状にクレーグ・ウィリアムズを迎えて臨んだレースは逃げる。白山ムーンを見ながらのレースとなり、直線で抜け出して2着のマイネル・ロブストに2馬審査の解消で2歳ボバチャンピオンとなった。勝ち時計の1分33秒4は、マイネルレコルトが出した、レースレコードコースレコード体だった。 シンボリクリス S3 区にとっては、芝の GI は、初勝利、手塚町教師にとっても、開業12年目での初の GI 制覇となった。ウィリアムズは、ダービーを取れるだけの潜在能力があると評価していた。初戦となった3月18日のスプリングステークスに2番人気で、出走、中段追走も、直線で伸びず12着に沈んだ。この大敗と、疲労残り、 また、中山の馬場状態を考慮して、サツキ賞への出走を断念し、NHK マイルカップを目指すこととなった。5月6日の NHK マイルカップでは、後位から足を伸ばしたが、カレンブラックヒルのサンバシンハンサの2着に敗れた。5月27日の日本ダービーに、竹豊とのコンビで出走したが見せ場なく13着に終わった。レース後は、 天栄ファームに放牧に出されていたが、7月31日に、右前朝食検炎を発症していることが判明し、長期休養に入った。2014年1月11日、京都の大和ステークスで、戦列復帰。客部への負担を考慮してのだあと1000であったが16等立ての16着に、終わり、2014年は後そうしていずれも着外であったが、 11月16日のオーロカップでは4着に入り、久しぶりに掲示板に乗った。2015年は、初戦のニューイヤーステークスで2番人気に押されるも9着に、敗れ、実装2月8日の東京新聞杯では9番人気に、甘んじたものの番宣布の2着に入り、NHK マイルカップ以来の連帯を果たす。 5月10日の新潟大賞店は、日本ダービー以来となる1800メートル以上のレースとなったが、ダコールの3着に入った。その後は、七夕賞で5着、出来が良いと見られていた新潟記念で7着となった後、休養に入り、2016年の初戦に6月12日のエプソムカップを予定していたが、 左前浅くっ権園と診断され2016年6月2日付で登録を抹消、ノーザンホースパークで乗馬となる。その後、帯広地区三大馬術部へ移動し、競技会への出場を重ねている。ありがとうございます。